イオンの岡ショッピングセンターは、宮崎県の岡市にあるイオン九州のショッピングセンターである。イオンの岡店を各に76の専門店が並ぶ。1996年4月24日に、延岡ニューシティショッピングセンターとして開店し、2011年3月1日に、現在の名称に改称された。本校では、 全身の運営会社であったアサヒジャスコや、かつて存在したアサヒ火星サービスについても記述する。イオンの岡ショッピングセンターの源流は、アサヒ火星の全身、日本窒素肥料が1923年に、延岡に進出し従業員向けに消費財を供給する、福利構成施設を設置したことに遡る。市中価格より、はるかに安価で提供していたことで、 一般市民も多く利用していたが、これに地元商店街が反発。1950年代には供給所の利用を社員とその家族や関係者に限定したが、次第に制限は有名無実化した。1968年8月27日に朝日火星サービスとして一般企業となったことで堂々と利潤を追求できるようになり、最盛期には日向市、 都の城市にも進出を果たしていた。1989年12月1日、旭化成は宮崎県北地域の地域開発構想、カルチャーアッププラン21を策定し、その推進母体として CUP 事業を同月22日に設立。この中に本店をショッピングセンター形式、 都市型百貨店形式に転換、旭化製常道見社宅跡地に建設することが掲げられ、1992年2月に運営会社としてヤークが設立された。ヤーク事業は進展せず、右与曲折の末、1994年11月11日にジャスコとの提携を発表し、1995年2月6日に社名はヤークからアサジャスコに 変更、出資比率は、ジャスコ、CUP 事業イコール7、3都市、ジャスコを核とした、延岡ニューシティショッピングセンターが建設されることとなった。延岡ニューシティショッピングセンターの開業に伴い、従来の朝日火星サービス店舗は1996年3月15日18時30分をもって全店閉鎖し、 企業としては1996年3月末をもって解散した。ただし、ボーリング事業、保険事業、情報通信事業については、新朝日サービスに継承されている。朝日火星サービスの閉店は、前年に大英が延岡に進出したことも関係しているが、当の大英もまた2000年に閉店している。 延岡ニューシティショッピングセンタージャスコ時代末期の店舗外観1996年4月24日にソフトオープン。売り場面積は22,421平方メートルと宮崎県内で宮古シティに次ぐ規模の商業施設であった。正式開業は同月27日であり、開業式典には、 ジャスコ会長、岡田拓也や旭化成会長、山口忍も参列した。当初は旭化成側の都市型百貨店としての構想を具象化した形で、2階部分の約4500平方メートルを用いてボンベルタ、立花のテナント、ボンベルタ延ベオカニューシティが入居したが、1996年度1997年度、共に赤字を計上し、 ボンベルタ立花本体の経営に悪影響を及ぼしかねないことを理由に1998年8月20日に撤退した。1999年8月21日には運営会社の朝日ジャスコが九州ジャスコへ合併され、四九州による直営となった。2003年には南東部分を増床し、同年10月28日より運営を開始した。 売り場面積は25,611平方メートル、敷地面積は48,387平方メートルに広がった。2002年度の売上高は約134億円であった。2011年3月にイオングループの店舗ブランド名統一のため、各店舗のジャスコのベオカニューシティ店がイオンのベオカ店と解消された。これに伴って、 ショッピングセンター名をイオン延岡ショッピングセンターに改称した。この年には、専門店の改装、入れ替えなどといった売り場のリニューアルを実施、同年7月9日に本格的な運営を開始した。ただし、ビレッジバンガードなど2階部分の専門店及びイオン、直営部分は先行して6月18日から運営されており、7月9日以降、 ハリーズコーヒーは、県北初の店舗として7月16日に、マクドナルドは7月23日に、ユニクロは9月16日にオープンした。1996年当時、市街地にはコトブキや、アズマや百貨店、ダイエート系4店舗大規模店が存在したが、イオンを除き2002年までに閉店。現在では、延岡市唯一の大規模店となっている。 各店舗、イオンの岡店都市専門店街に76内市84の専門店がある。1階の西口に、宮崎交通ジャスコ線の停留所が設けられている。また、すぐ近くの県道16号線沿いに、延岡市内線及び郊外線あがた4丁目4枚バス停がある。ありがとうございます。